中国を圧倒。トヨタが開発する最強新技術がとんでもなくやばい。皆さんこんにちは。ネックス工業の未来です。本日もご視聴いただきありがとうございます。動画が良ければいいね、チャンネル登録をお願いいたします。皆さんはトヨタが開発する最強新技術、ギガキャストをご存知でしょうか。トヨタは車の製造に革命を起こそうとしています。現在自動車業界では EV シフトが拡大していますが、課題の一つが車体価格の上昇です。車の製造コストの増大が車体価格自体を押し上げています。コスト抑制は常に製造業の課題です。もちろんトヨタもトヨタ方式と言われるように改善活動を続け、製造効率の向上に寄与してきました。そんなトヨタが革命的技術として開発したのがギガキャストです。今回はそんなギガキャストにフォーカスしていきます。この動画ではギガキャストの凄さやトヨタ生産方式についてもお話ししていきます。動画の最後では中国 EV を圧倒するかもしれない点についても解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。トヨタが開発する最強技術、ギガキャスト。ギガキャストは大型の鋳造設備で、複数のアルミ部品を一つのパーツとして成形し、巨大な車体部品を作る技術です。イメージは車体を 3D プリンターで製造するようなものです。この技術の利点は、部品や工程の数を一気に削減できることにあります。トヨタのギガキャストの車体後部の試作品では、従来86の板金部品を33工程かけて生産していたところを1部品1工程に集約しました。ものづくりの現場では以前から効率的な製造を追求し続けています。例えばベルトコンベアを用いた車の生産方式は飛躍的な生産性を実現させましたが、これを導入したのがヘンリー・フォードです。フォードはばらつきのあった部品を規格化し、部品の互換性を確保することで、1909年には1年間で1万8000台の T 型フォードを生産したのです。ギガキャストはベルトコンベアを用いた生産のように、自動車生産で革命を起こしうるテクノロジーといえます。部品点数や重量、コストなどを大幅に削減することが可能で、先んじて導入した米テスラでも大きな成果を上げています。2020年に主力 EV モデル Y の後部の車体部品で導入し、車体全部にも採用を広げ、171個の鉄板部品を2個の巨大アルミ部品に置き換えました。テスラの EV の原価は21年に17年比で半分に下がったとされ、収益力を向上させることに成功しています。ギガキャストのポイントは、これまで組み立てていた部品の数々を金型にアルミを流し込み、一気に作り上げる点にあります。そのためギガキャストでは車種に合わせた鋳造の金型の交換が必要で、24時間程度の時間を要するとされていますが、このリードタイムを大幅に短縮できる特殊な金型を開発しました。24時間を約20分にするという大幅なリードタイム短縮で、稼働停止に伴う生産性の悪化を防ぐことができます。この短縮は生産性の向上やコスト削減をもたらします。特に高性能な車の製造現場では、職人による匠の技の必要な場面が多々あります。例えばレースで使われるようなエンジンは、内部構造が非常に複雑で、匠による木型、砂型で作られた中子を用いたアルミ鋳造技術により、これを実現しています。また世界のトップを目指すために、スピード感を持った日々のアップデートが求められます。ある意味でトヨタがアピールするモータースポーツを起点としたもっといい車作りの原点とも言えるのが、この匠の技術だと言えます。もちろんこれは一朝一夕に身につくものではないのですが、次世代の車作りとしてトヨタはデジタル技術でこれを実現しようとしています。トヨタの定方工場には2021年にスタートアップスタジオが開設されました。試作開発、量産技術開発に取り組める環境を整備し、設備作りにデジタルツインを取り入れ、3D モデルを活用することで完成度の高い生産設備の導入を目的としています。デジタル空間上に設備の3次元モデルを再現し、設計や製造、設備を使う作業者が同時に確認できる仕組みを導入しています。ギガキャストでもこうした最先端デジタルテクノロジーが活用され、生産性の向上と匠の技術の再現が行われています。担当者曰く、
30年来の鋳造ノウハウを注ぎ込んだ秘伝のタレを投入したのがギガキャストということです。またギガキャストはトヨタの生産の代名詞である改善も取り入れられています。デジタル技術を活用して作った実際の設備や製品のデータを再びデジタルにフィードバックし、さらなる改善につなげるというシステムです。近藤ものづくり開発センター長は、現場のノウハウをデジタルに落とし込み、それをさらに改善して現場に落とし込む繰り返しが重要だと話します。改善活動が現在のトヨタを作る大きな要素になったことは、このコメントからも垣間見えます。トヨタは今年1月から6月まで上半期の販売台数がグループ全体で540万台余りとなり、4年連続の世界トップとなりました。これはもちろん車自体の魅力もありますが、それを支える供給体制、もっと言えば生産体制の強さがバックボーンとなっています。この点は現場の改善活動や今回紹介したギガキャストに代表されるようなシステム化された生産性の向上活動の賜物です。 EV 時代を迎える自動車業界の中で、この武器はさらに輝きを見せることが予想されます。トヨタは新たなバッテリーとして全固体電池の開発にも取り組んでおり、特許も世界1位です。技術を確立した後、いかに効率よく生産を行うかという点は、全固体電池の生産でも生かすことができると予想されます。全室の低方工場では、ハイブリッド車で培った電池生産技術と燃料電池車で開発した高速渡航技術を応用した設備で、量産を見据えたスピードでリン酸鉄リチウムのペーストを大量に金属箔に塗るという工程をすでに公開しています。 EV の大きな問題として車体価格の高騰、製造コストの高さがありますが、生産性が向上することでこうした課題に光明を見出すことができると考えられます。これはユーザーにとっては価格の低下、メーカーにとっては収益の拡大が見込めるということで、 EV 時代の重要ポイントとなるとされます。ギガキャストは2026年に本格導入予定で、大きな関心が寄せられています。自動車業界の中で近年急速に存在感を見せているのが中国です。中国は国策として EV をはじめとする次世代車への支援を行っており、業界の主導権争いの中でも大きな脅威となっています。今や中国製 EV は世界中を席巻していますが、価格を武器にした製品であることが大きな特徴です。劣勢に立たされているとされる日本の自動車業界ですが、技術面では大きなアドバンテージがあります。例えば次世代電池の本命とされる全固体電池の技術では、日本企業が世界をリードしており、技術力の裏付けとなる特許数では圧倒しています。これまで以上に航続距離や耐久性の点で高性能な EV を市場に投入することが可能で、日本の自動車業界の巻き返しの可能性は極めて高いと言えます。だからこそメーカーの関心事は量産化に力点が移ってきていると考えられるのです。この分野はまさに日本の自動車業界が大得意としているところであり、今後中国を圧倒する形になることも十分予想されます。ギガキャストに代表されるように、ユーザーの目に直接触れることは少ないテクノロジーの進歩は、私たちの想像を超えるスピードで進んでいます。自動車業界の今後の動向や車体価格の推移、そして日本の巻き返しに期待したいところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると幸いです。そしてこの動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの応援が励みになります。また X と LINE でも発信をしております。リンクは動画の概要欄に貼っています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。